チャッターバーチャッターバー峠道のチャッターバー設置例。チャッターバーとは、道路区画線の中央線上や、導流帯上などに、速度を落とさせる目的や、車線外への逸脱を防ぐ目的で設置される、大型で細長い道路病のことである。チャッターとは、ガタガタ音を立てるといった意味の英語。反射式のものは、特に、キャッツアイと呼ぶ。追い越し禁止区間の道路や、 対向車が視認しづらいカーブの連続する峠道などに対向車線にはみ出すような走行を抑止するために設置されている例が多い。走行中に乗り上げると連続的に大きな衝撃と音が車内に響き、車線外への逸脱を運転者に警告し、脇見や居眠り運転などによる事故を抑止する。また、運転者が車体への衝撃を嫌って、 乗り上げないよう注意して運転することを促す、視覚的な効果を期待するものである。上から見下ろすとよくわかるが、形状が平行四辺型になっており、短い側の二辺を道路進行方向に対して平行に設置すると、長い側の二辺が進行方向左斜め前方を向くようになっている。これは意図しない状況で、 自動車の車輪がチャッターバーに乗り上げた場合、対向車線にはみ出さないよう自動的にハンドルが左に切れ、強制的に走行している車線へ車体を戻して平常走行を回復させるためである。また、乗り越えてしまい車線をまたいだまま走っても自社の車線に服する場合には衝撃が少なくて済む。車高の低い自動車や体型の扁平タイヤを装着した自動車の場合、乗り上げると 車体やタイヤ、ホイールに損傷を与える場合がある。また、二輪車では点灯する、危険性が高いため、特に注意を要する。本体の材質は、アルミニウムの鋳造性が多いが、ゴム製やコンクリート製などもある。夜間の視認性向上のために、再起反射式の反射板や反射シートなどを組み込んだ、反射式と非反射式がある。反射板を持つ丸や、 四角の小さいものはキャッツアイと呼ぶ。底面には2本の足がついており、路面に穴を開けて、専用の接着剤、またはコンクリートを塗布し開口部に足を差し込み固定されており、容易に外れないようになっている。なお、積雪の多い地方では冬季に除雪作業の支障となったり、作業時に破壊してしまう恐れがあるために着脱式とし、秋に、 取り外し春に再度設置するなどしている。入射口の方向へ反射する構造を持つ道路用語辞典。ありがとうございます。